コーズインターチェンジ大磯西海市、小田原ブルーウェイブリッジ道路下トンネル、相模湾に通じている、青少バイパスは、神奈川県中郡大磯町から、小田原市を結ぶ自動車専用道路であり、国道1号のバイパスである。高速道路ナンバリングによる路線番号は、新湘南バイパスの一部区間とともに E84 が割り振られている。青少二宮インターチェンジから、 箱根口インターチェンジ及び石橋インターチェンジまでの区間は中日本高速道路管理の一般有料道路である。途中の早川 JCT で分岐し、神奈川県小田原市石橋に至る石橋支線がある。大磯東インターチェンジから、青少二宮インターチェンジまでは、無料の自動車専用道路となっている。青少二宮インターチェンジから、有料の自動車専用道路となり、 早川分岐を経て、箱根ターンパイク分岐、小田原厚木道路分岐を過ぎ、小田原市風祭りの箱根口インターチェンジで、国道1号原道に接続する。箱根口インターチェンジでは、国道1号バイパス、小田原箱根道路に接続し、箱根新道に連絡している。早川で分岐し、石橋支線に進行すると、石橋インターチェンジで、国道135号に接続する。 国道1号限道南側の海岸沿いに設けられており、二輪、四輪を問わず、長めの良いドライブコースとして人気が高い一方で、強風、高波等の好天時にはたびたび通行止めとなることもある。自動車専用道路のため、排気量 125cc 以下の自動二輪車は通行禁止となっている。なお、清掌バイパスの有料区間は、 2010年6月28日から2011年6月19日まで無料化社会実験が行われていた。本線石橋市政2007年9月6日の7日の台風9号の影響により、大磯西 IC 立花インターチェンジの下り線脇3カ所において溶壁崩落や路面陥没などの被害が発生した。このため、下り線の大磯西 IC 構図インターチェンジと、 上り線の立花インターチェンジ大磯西 IC が通行止めとなった。この通行止めの影響で周辺道路が激しく渋滞するなどしたため、9月10日には蒸気被害の迂回路処置として小田原厚木道路全線の一時無料開放が決定され、即日実施された。9月27日には上り線を対面通行とする形で暫定的に 応急復旧措置が完了し、通行可能となった。2008年4月25日午後5時に立花、インターチェンジ大磯西 IC が4車線で開通し、対面通行が解除された。同時に、青少二宮インターチェンジでの小田原方面入り口も通行可能となった。なお本被害は、相模湾に砂を供給してきた相模川や、 サコ川上流に多目的ダム群を建設したことによる海岸線の交代が原因とする見方がある。2017年10月23日未明に上陸した台風21号の影響により、大磯西 IC 付近の下り線において、大磯ロングビーチ前の300メートルにわたり、コンクリート西洋壁やガードレールなどの倒壊が発生。このため、 大磯東インターチェンジ青少の宮インターチェンジの上下線が通行止めとなった。その後、10月25日に被害発生場所付近の上り線 1.3km を対面通行とする形で、応急復旧措置が完了し、通行可能となっている。下り線の早川分岐では、進行方向の右前方にある箱根方面が本線として2車線のまま、左へ分岐し、 左前方へ海岸沿いを進むはずの石橋方面が本線から右へ分流し片側一車線となる。石橋インターチェンジ出口より真鶴道路までの国道135号線はバイパスがないため早川インターチェンジから石橋インターチェンジ出口付近は国道に合流する車で時間帯によって渋滞が見られる。真鶴道路と並行した小田原湯河原広域農道の整備が 神奈川県県西地域県政総合センターで実施されており、石橋根府川間は令和4年度末の工事完了の予定である。建設から20年以上が経ち、一部開通部分は交通量が少なく不法投棄も発生しており、全面開通、工事前倒しが期待される。また、青掌バイパスの石橋、インターチェンジから真鶴道路の延伸が計画されており、 今後の整備推進が期待されている。一方、上りの大磯東インターチェンジでは、車線が2車線から1車線に減少する上、そのすぐ東に国道134号が分岐する東ヶ原交差点があるため、慢性的な渋滞が発生。週末や行楽シーズンには1キロメートル通過するのに、約30分以上かかることもあった。将来的には新湘南バイパスを延伸して、 大磯東インターチェンジと茅ヶ崎海岸インターチェンジ間が接続し、2階建て構造で上下8車線化する予定だが、新昌南大橋に隣接するゴルフ場の移設工事が難航しており、8車線化のための橋脚は出来上がっているが、道路工事本体の着工には至っていない。暫定的な対策として、河水川橋からすでに4車線化が完成している国道134号線の 新湘南大橋までの区間を4車線に拡幅する事業が2015年2月28日に完成し3月1日より共用が始まったこれにより国道134号線片瀬江ノ島駅前から下水川橋までの区間が4車線化したことで慢性化していた渋滞は解消された将来的な構想として伊豆半島方面に延伸させて 伊豆中間自動車道と結ぶ伊豆湘南道路構想がある。立花料金所付近は時速 30km、石橋料金所付近は時速 40km。本線24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成石橋支線24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成成湘バイパス石橋インターチェンジから マナズル道路までの区間は、バイパス道路が整備されておらず、休日に激しい渋滞が生じる。このため、当該区間のバイパス工事が進行中である。前述のように、大磯東インターチェンジでは、将来的に、新湘南バイパスと接続する予定であるが、着工にすら至っていない。現在接続している国道134号は、道 IC 付近から、 平塚市高浜大交差点にかけて渋滞が慢性化し、ボトルネックとなっていたため、東区間の4車線化工事が東側から行われ、平成27年3月に工事が完了した。自動車専用道路であるが、高速道路交通警察隊の管轄とはなっていない。1995年以降は、以下の各料金所の通過ごとに通行料金を支払う。 料金所施設を集約しているため、このような徴収方法になっている。各料金所とも ETC に対応している。当初、ETC 割引制度は導入されなかったが、2009年3月28日から、深夜割引、通勤割引が適用できるようになった。通行料金は以下の通り、通行区間によっては最高で2回料金徴収があり、 下記の通り利用距離は大差がないのに料金格差が激しい区間がある。ありがとうございます。